ナンバー・愛とセクゾの売り上げ対決は、平野の圧倒的な人気で、ナンバー・愛が有利と見られている。音楽シーンにおいて、競争は常に注目の的ですが、今回は特に興奮が走っています。元キングプリンスの平野史洋、27、神宮寺優太、26、岸優太、28によるユニット、ナンバー・愛が、3月6日に対望のデビューシングル、ゴートをリリースします。 驚くべきことに、同じく3月6日には、セクシーゾーン、セクゾも新曲、パズルを発表する予定です。これがまさに音楽の激戦区となる瞬間です。ナンバー、愛の注目度は高く、特に平野の個人的な成功がグループに加えて圧倒的な存在感を発揮しています。例えば、平野がサントリーの、ミスジンソーダの広告に起用されたことは、彼の影響力を物語るものとなりました。その結果、 ミスジンソーダを求めてファンたちが殺到し、話題となっています。こうした個人の躍進が、グループの楽曲への期待を一層高めています。デビュー前からすでに成功の予感が漂うナンバー、愛は、元日にはデジタルで、ボートをリリースし、3月6日には待望の CD バージョンが登場します。興味深いことに、トベ所属のアーティストの CD は一般の店舗では手に入らず、専用のオフィシャルショップでの未入手可能です。 この独自の販売方法が彼らの地位を一段と高めています。なお、インプの先行デビューもあり、オリコンランキングには反映されませんでしたが、ビルボードはその売り上げを認め、今回も同様の展開が予想されています。ナンバー、愛とセクゾの対決は、以前の経験から見ても熱いものとなりそうです。昨年のキンプリとインプの対決では、キンプリが圧勝した歴史がありましたが、 今回は、セクゾが苦戦しそうな気配です。一員として、セクゾも中島健人が3月末でグループを卒業する最後のシングルとなることが挙げられます。ファンたちはこの別れを惜しむ一方で、1月にはワシオレイナとの熱愛報道があり、一部のファンが単折りしてしまったことも事実です。関係者によれば、中島健人が3月いっぱいでグループを卒業する最後のシングルになるため、 ファンは購買意欲をかき立てられそうですが、1月にはワシオレイナとの熱愛報道があり、タオリが相次いだ。その一方で、平野はサントリーの広告やルイヴィトンとのパートナーシップの締結など、上り調子ですとの評価が寄せられている。一方で、平野は広告やブランドとの連携を通じて成功を収めており、その躍進ぶりは際立っています。この状況下での対決は、音楽ファンにとっても注目すべきものとなりそうです。 ファンの購買意欲や支持の動向が、ビルボードのランキングにどのような影響を与えるのか、予測が難しいほどの緊迫感が漂っています。この対決は以前にも例があり、インプのシングルとキンプリのシングルが同時発売された際には、キンプリが対象したことが記憶に新しい。しかし、今回のナンバー、愛とセクゾの一戦では、セクゾの立場が厳しいようだ。 音楽シーンの表裏一体の舞台裏で繰り広げられるこの対決。中島健との別れと平野志陽の躍進が交錯する中、どちらが勝者の座に輝くのか、ファンと共にその行方を見守りたいと思います。明暗が分かれる中、ファンたちは新たな展開に期待を寄せている。セクゾの別れと平野の躍進が音楽界にどんな波紋を広げるのか、注目が集まるばかりだ。この対決が音楽シーンにどんな新たな風を巻き起こすのか、 今から楽しみで仕方がない。